こんにちは、こんばんは。パスドラ攻略班の坂台です。本日は極限の闘技場1の方に読みドラパーティーで挑んでみました。よかったら戦い方参考にしてください。ではカーリー戦で会いましょう。
はい、カーリー戦まで来ました。カーリー戦では、暗黒覚醒ゼウス。ゼフラじゃないですね。暗黒覚醒ゼウスを使って、HP を 35% 減らし、安全圏に持っていきましょう。で、ここからは、ある程度スキルをちょっと溜め直すんですね。溜め直してから、大国主のエンハンス使って、突破しましょう。はい。今回 P はヒカピーでした。はい。今、闇が欲しいんですけどね。はい。ここからは、また、画面だけになりますが、よかったら見てください。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。